それでは始めます。はじめに肩を大きく回します。前回し、背中、肩甲骨を動かしていきましょう。今度は後ろ回し、繰り返します。前回し、後ろ回し、はい、 OK です。右手を前にして腕を上げます。全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。はい、 OK です。左手を前にして腕を上げます。全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。はい、 OK です。腕を肩の高さまで上げます。背中を丸めながら腕を前に伸ばします。腕を引きながら胸を大きく広げますよ。後ろへ、前へ、繰り返します。はい、 OK です。左足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて頭とかかとを一直線にします。左足のふくらはぎを伸ばしていきますよ。足を入れ替えます。右足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて頭とかかとを一直線にします。右足のふくらはぎを伸ばしていきますよ。手首、足首、よく動かしておきましょう。さあ、エクササイズの準備ができましたよ。これから本格的に体を動かしていきましょう。ストレートコンビ1は、ワンツーとジャブの連打のコンビネーションがメインのエクササイズです。ワンツーのリズム始めるよ。気持ちよく体を動かしましょう。まずは基本姿勢です。右足を下げ、体の向き右斜め45度、右手顎の横、左手顔の前、前後ろでリズム取ります。1、2、1、2、前後ろ、前後ろ、このリズムで動いていきます。それではストレートいきます。せーの、ストレート、完璧。せーの、ストレート、そのまま右の拳まっすぐ、ストレート、軸をしっかりとイメージします。ストレート、今度はジャブ、ストレートいきます。せーの、常に腹筋を意識しましょう。ジャブを戻しながらストレート、せーの、ワン、ツー、パンチが流れないように呼吸をしっかり、シュッシュッ、ジャブ出します。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、かっこいい。はい、ジャブ、ストレート、ジャブ、パンチ打つとき息吐いて、シュッシュッシュッ、最高。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワンツー出します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、一回リズム取ります。トントントン、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、リズムよく、あと4回いきます。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、狙って、トントントン、トントントン、はい、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ラスト、最後のパンチは力強く、はい、 OK です。それではスイッチします。左右
バランスよくやっていきます。リズムを作ります。トン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 。それではストレートいきます。せーの、ストレート。完璧。せーの、ストレート。そのまま左の拳まっすぐ。ストレート。テンション上げましょう。ストレート。今度はジャブ。ストレートいきます。せーの、ジャブ。ストレート。お腹をへこませ、腹筋を意識します。ジャブを戻しながらストレート。せーの、ワンツー。パンチが流れないように呼吸をしっかり。ジャブ足します。せーの、ジャブ。ストレート。ジャブ。パンパニー。はい、ジャブ。ストレート。ジャブ。パンチ打つとき息吐いて。最高。せーの、ジャブ。ストレート。ジャブ。ワンツー足します。せーの、ワンツー。ジャブ。ワンツー。一回リズム取ります。4回いきます。せーの、ワンツー。ジャブ。ワンツー。狙ってトン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 。はい、ジャブ。ストレート。ジャブ。ワンツー。ラスト。最後のパンチは力強く。はい、 OK です。お疲れ様。素晴らしかった。結果発表するの？文句なしだね。お疲れ様。次はクールダウンだよ。最後はクールダウンで呼吸を整えて疲労を残さない。それでは始めます。はじめに肩を大きく回します。前回し。背中、肩甲骨を動かしていきましょう。今度は後ろ回し。繰り返します。前回し、後ろ回し。はい、 OK です。右手を前にして腕を上げます。全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。はい、 OK です。左手を前にして腕を上げます。全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。です。腕を肩の高さまで上げます。背中を丸めながら腕を前に伸ばします。腕を引きながら胸を大きく広げますよ。後ろへ、前へ。繰り返します。はい、 OK です。左足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて、頭とかかとを一直線にします。左足のふくらはぎを伸ばしていきますよ。足を入れ替えます。右足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて、頭とかかとを一直線にします。右足のふくらはぎを伸ばしていきますよ。手首、足首よく動かしておきましょう。リラックスできたでしょうか。汗を拭いて。結果発表。すごい。この調子で神田の今回は。それじゃ今日のクータッチだよ。